あの心臓が武器を買う。ふざけんな、ふざけんな、ふざけんな、ふざけんな。おじいちゃんの代から CIA、 おじいちゃんの代から CIA エージェント。こちらちょっと話がずれまして、石井浩樹さんと、この方、私よく出しますけれども、まあ民主党の議員さんでございましたけれども、暗殺された方でございました。暗殺された理由がですね、特別会計や官房機密費の使い方について暴露をしようとした寸前に、暗殺されたんですが、この国をいいところに、もっと素晴らしいところに、朝の塔です。ありがとう。黒川敦彦のチャンネル翼からのユダヤマネーをぶっ壊す。はい、参議院選挙立候補中です。私立候補しております。1枚目の投票用紙には各県の NHK 党の候補者、2枚目の投票用紙には黒川敦彦でお願いいたします。今回私、当選する可能性が本当にありますので、2枚目の投票用紙には、NHK 党ではなく黒川敦彦とぜひしっかりお書きください。まず特別会計なんですけれども、日本の予算を言われた時にですね、例えば平成30年度予算一般会計は97兆7128億円、それに対して特別会計は388兆5000億円、一般関係より何倍も多い途方もない金額が特別会計の方を流れています。この特別会計には年金や健康保険、そしてこれが怪しい米国債の購入費用なども含まれます。塩川正十郎さん、今は亡き自民党の方ですね、母屋でお粥をすすっている時に離れですき焼きを食べているとこの特別会計のことを揶揄しました。つまり一般会計よりものすごくたくさんの金額が国民の知らないところで、官僚や一部の既得権益者、そこにアメリカが含まれますが、そういう人たちによって無駄に使われているということを批判した言葉でございます。この特別会計問題をですね、国会議員として一番追及されていた方がいました。石井浩樹さん、元民主党の議員さんですが、この石井浩樹氏は2002年10月25日に暗殺されました。嘘ではなく、この特別会計問題を追いかけている途中に刺殺、暗殺されました。で、この石井浩樹氏がですね、特別会計問題を追っている中で、まあ、言ってきたことがありまして、例えばですね、資本主義の仮面をつけた官僚制社会主義国家であると。日本は GDP のうち6割は官製企業に吸い取られて、まともな経済は4割しかない。これでは国が持つわけがない。AC 浩樹氏は言ってきました。僕も実際このようになってしまっていると。で、そして何より今も変わっていないというところが問題です。石井浩樹氏が特別会計問題について調査をした段ボールが70箱ほど、AC 浩樹氏が亡くなられた後残されたものでした。しかしですね、この70箱をですね、民主党はしっかりはっきり調査をすることをせずにですね、この特別会計の問題を結局闇に葬り去りました。2002年の10月28日に石井浩樹氏は国会質問を予定していました。そして菅直人氏に石井氏は、この国会質問をしたら与党の連中がひっくり返る、政府がひっくり返る、そういうような話をしていたそうです。10月25日に刺殺、暗殺されてしまいました。で、石井浩樹氏が言っていたことにはですね、特殊法人の下には3000社ほどのファミリー企業があって、特殊法人から天下りしている連中が経営していると。今は民営化されましたが、当時の道路公団には年間18兆円、住宅公団には年間32兆円の金が流れていたと。それをですね、この3000社のファミリー企業、他の分野、道路分野、住宅分野以外にもありますが、国家
予算をですね、自分たちのお友達のところに回しまくっていたと。今もこの実態は形を変えて変わっていないものと思われます。でこの特別会計はですね、一般会計のように国会議員の目に触れません。そして国家予算という時に大体は97兆円とか100兆円の数字が今出されますが、つまり国民の目にもあまり触れないんですね、この特別会計は。なので官僚たちが勝手に決めてですね、特殊法人とかファミリー企業とかって言われるような自分たちの既得権益の、分ある先にその権益がどん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 分配されてしまっていると。その金額は388兆5000億円にも上ると。ただしこれ後に説明いたしますが、会計官の重複があるために実際の金額はもう少し少ない金額です。これがですね、会計官の重複を除いた金額というのを財務省が出していますが、さっき言った388兆5000億円に対して特別会計の純計は195兆7000億円だと書かれています。それは、重複している数えている会計官の、計算とかを除くとですね、実際には195兆円ぐらいであると言っているんですが、まあ、本当にその金額なのかっていうのもわからない。会計官のやり取りをしている最中にですね、お金を抜いている、お金が消えている可能性も正直否定できないと思います。本当に一部の関係している官僚たちにしかわからないものであって、その官僚とつるんでいる国会議員、企業たちのところでこのお金は未だに盗まれている可能性があります。先ほど民営化されたという話をしましたが、石井興起氏が結構追いかけていた中でですね、大きかったと思われるのが道路公団と住宅公団なんですが、この二つは道路公団に関してはネクスコに民営化されました。住宅公団に関しては今 UR 都市機構に民営化されています。ただしですね、ここにくっついていたファミリー企業は存続しているのではないかと言われています。民営化されたためですね、さらに国会ではチェックが行き届きづらい状況になっています。民営化された場合ですね、これは民間企業なので情報を出せませんということを平気で言ってくるんですね。でも株主、国ですからね、道路公団も住宅公団も。しかも最近ですね、この道路公団とか住宅公団を追いかける人というのがいなくなってしまっています。でさらにややこしいことにですね、今は PFI とかですね、これはまあ水道民営化などで使われている手法なんですけれども、プライベートファイナンスイニシアチブと言われるような、複雑な民営化手法が今使われ始めておりまして、さらに事態は深刻化しています。これは僕たちも反対運動にずっと関係していますが、浜松市の下水道がフランスのベオリアに売却されています。なんで日本の下水道をフランスの会社に売却するんでしょうか。同じく、関西空港はオリックスとバンシグループ、これもフランスの企業に売却されています。この2つともですね、コンセッション方式という手法が導入されているんですが、これは、ちょっと細かく説明はまたさせていただきますし、過去の動画でも PFI の動画YouTube に上げています。このコンセッション方式というのは、例えば下水道に関して浜松市が保有しているんだけれども、その経営権をフランスのベオリアに売り払おうと、経営権を売ったから、利益を上げていくのはフランスのベオリアだという、そういうような仕組みなんですけれども、要するにこれはですね、新しく利権を設定しようという方法であって、さらに問題なのはその利権者になろうとしているのが日本の企業ではなく、日本人ではなく外資であるということなんです。ピープルパワーでもずっとやってきているグローバリズムが行き過ぎて、日本のお金がどんどん外資に盗まれているので、我々は反グローバリズムを唱えているのですが、今回の2つの案件ともにですね、竹中平蔵が関係設計していると思われる案件だと。恐ろしい状況にあります。で、特別会計の主なものの中にはですね、
外国為替特別会計。これはですね、米国債を買ったり、ドルや円を買ったり売ったりする調整をするための会計なんですが、ここが極めて不透明に運営されているようにしか見えません。あとは国債を買ったり売ったり、まあ主には買うもんですけれども、日本国債を買うための特別会計。ここも金額が大きいので、なんか怪しいことがやられている気もいたします。あとは年金ですね。年金の運用もものすごい金額が外資で行われていますと。健康保険、こういうものも特別会計で扱われています。ものすごく金額が一個一個大きいんですよね。100兆円近い金額になるので、それらを合わせると数百兆円のお金が一般会計の外側の特別会計で回っていますという状況にあります。しかもですね、この特別会計は地方自治体にもあります。それはですね、この388兆5000億円というカウントに含まれていないんです。さらに大きな金額が動いているということなんです。そしてこの特別会計は官僚が勝手に使うことができます。昔よりは少しマシになりましたが、昔で言うと年金特別会計の中からグリーンピアという建物を建てていました。それには1953億円も使われ、それが本当に効率的であったかどうか全くわかりませんと。いや、年金はですね、年金を皆さんに返すために貯めているんです。こんなことをやっているもんだから、年金がもらえる金額が少ない、老後2000万円貯めていないと老後が暮らせないということが金融庁の報告書で出てきたり、70歳にならないと年金がもらえないとかっていうとんでもないバカな話が出てくるわけです。その根底には、別のことに使ってしまっていたというとんでもない、まあ、使い込み事件があるわけです。で、この官僚が勝手に使うという話で言うと、石井孝樹氏が言っていた3000社はあったといわれるファミリー企業はですね、今形を変えてお金を盗み続けているものと思われます。この形を変えてと言ったのがさっき言う PFI コンセッション方式と言われるような新たなる民営化手法によって、民営化したんだから特別会計じゃないだろう。いやいや、でもそれで儲けているのはですね、さっき言った外資のベオリアであったり、バンシグループであったり、竹中平蔵の関連会社であるオリックスであったり、パソナであったり、ソフトバンクインベストメントホールディングスであったりするわけなんです。恐ろしいですよね。日本の国家予算というのは一部の人間のお友達のところにバンバン消えている。その金額が数百兆円であるというとんでもない状況が今も変わっておりません。だからみんなの生活が苦しいんですよね。先ほどから言っているように、この特別会計のファミリー企業の陰に外資がいますと、僕たちもずっと言ってきているこの外資っていうのはアメリカ&国際金融資本でありますと。そもそも官僚を支配しているのはアメリカです。歯向かうと東京地検特捜部に大体の場合は逮捕されます。官僚も政治家もです。この東京地検特捜部を作ったのは GHQ です。ぜひ Google で調べてみてください。はっきりと書いています。で、この官僚たちやその官僚を支配しているアメリカ外資の資本家たちは特別会計を使いお金を盗み続けているものと思われます。これ少し話は変わりますが、例えば国民健康保険だってですね、もう破綻寸前ぐらいの状態というか、要するに少子高齢化で医療費が爆発的に増えているわけなんですけれども、日本ではですね、他の国以上にやたらと高い抗がん剤が認可されて、それがバンバン使われているんですが、その抗がん剤を売っているのはファイザーとかロシとか海外のいわゆる外資系の製薬会社たくさんあります。こういうのだって外資にお金が流れているということなんです。しかも日本の場合、抗がん剤の認可をやたら緩くしている。しかもその抗がん剤で本当にがんが治るのか、治ることもあるけど費用対効果として見たときに本当に国として大丈夫なのか、そういうこともですね、この特別会計の既得権益の中に含まれていることです。特別会計の闇を追求しようとすると暗殺されるような国が今の日本です。残念ながら。で、この石井孝樹氏の暗殺の陰には、僕はアメリカとか
外資の影を感じます。で、実際にそれ以降ですね、民営化や PFI の手法を使い複雑に日本のお金が盗まれています。その先頭に、はい、これはですね、すいません、黒川敦彦の推計になりますが350兆円ぐらいだと思います。何より問題なのは総額は不明でございます。国家のどこにもそのような数字は書かれていません。財務省も総務省も内閣府も国会の偉い人たちも、誰も集計しておりません。すごくないですか。会社の経営をしていて売上と経費が分かりません。そんな企業潰れますよね。まさにその状態にあるんです。その方が都合がいいんですよね、お金を盗んでいる人たちにとってみたら。まあ、そこにアメリカや国際金融資本も含まれます。この350兆円の内訳に関して、まあ、はっきりしているところから一般会計と特別会計の準計合計というのは、財務省から出ております。まあ、一応これを信じるとすると238兆9000億円ここにあります。しかし地方自治体も予算がありますよね。まあ、これも公共という意味では、まあ、公務員セクター、官僚セクターですよね。地方自治体の一般会計の合計が70兆6737億円になります。これは、国から地方交付税、交付金などが出ていますので、その国との重複を差っ引いた金額です。地方財政白書、などの数字をもとに算出しました。地方自治体の一般会計、そしてなんと地方自治体にも特別会計があります。この合計は不明です。まあ少なく見積もっても20兆円ぐらいあるのではないかと思われます。そしてここがとにかく不透明なんですが、民営化された政府の元法人、特殊法人、例えば道路公団みたいなものとか郵政もそうですよね。こういうものの年間の売上とか経費30兆円以上あると思います。となるとですね、これらを全部足すと、日本の総予算というのは350兆円ぐらいあります。それを一部の官僚たちが握っています。平成30年度の日本の国内総生産、GDP ですね。GDP はつまり国内総支出ということになるんですけれども、つまり日本でどのぐらいのお金が使われているかということなんです。これが535兆6929億円です。これに対してさっき言った日本の実質的国家予算は350兆円あるとしましょう。そうするとですね、国の支出の全体の 65% になります。これはつまり、日本の経済の 65% を官僚と首相官邸が勝手に決めているってことなんです。しかもその総額は不明であり、国民にも国会にも明かされてないっていうとんでもないアンポンタンなことをやってます。ですよね。政府とはですね、例えば会社においてみると、経理部とか総務部みたいなもんです。乱暴に言うと。会社の売上の 65% が総務部の予算だって言ったらどうなりますか、その会社。100% 潰れますよね。まあ、普通そんなになる前にみんな気づきますよね。まあ、薄々気づいていて、薄々気づいたような人たちをバンバン暗殺してきたというのが今の日本政府。その日本政府の裏側にいるアメリカ、国際金融資本、あなたたちのやったことですよね。日本経済の 65% を官僚と首相官邸、括弧アメリカが決めているというのが今の日本です。そしてその金額の総額は不明です。こんな国で民間の人たちが元気に暮らせるわけないじゃないですか。 Google や Amazon なんかを打ち倒していけるような力強い企業なんて、ベンチャーなんか生まれるわけないじゃないですか。若い人たちが真面目に働こうって思うわけないじゃないですか。日本がダメな国になった理由の根本的問題がここにあります。この国家予算というのをじゃあ他の国と比較してみましょう。2016年の数字になりますが、例えばアメリカの国家予算が、一応これは特別会計も含まれていると思われる数字です。
673兆5630億円。大きいですね。それに対して GDP も大きいです。2057兆7810億円。比率で言うと 32.7% です。イギリス、国家予算が101兆4380億円。それに対して GDP が361兆6794億円です。比率にすると 28% です。日本は、これは2018年の数字ですが、繰り返しになりますが、GDP535 兆6929億円に対して国家予算350兆円です。その比率は 65% になります。アメリカやイギリスにも一部公共セクターのような民間企業も存在しますが、日本ほどバカみたいな金額や大きさにはなっていないと思われます。つまり、他の国の倍国家予算を使ってるっていうことなんです。無駄に。はい。日本の人口は1億2615万人です。それに対して公務員は288万2000人。全人口のたった 2.3% です。たった 2.3% の人たちが日本の経済の 65% を決めている。すごい既得権益ですよね。残り 35% の経済活動のうち、経団連が9割ぐらい決めてくれています。庶民が自由になるお金を乱暴に計算すると350兆円中12兆円ぐらいです。12兆円、なんだか大きい金額に見えますが、それを1億人で割ると、本当にちょっとした数字にしかならないですよね、毎年。だからみんな貯金ができないじゃないですか。数字と実感合ってますよね。で、例えば公務員の人件費みたいなことから少し考えてみましょう。これは公務員の人件費のグラフっていうのはこの図なんですけれども、この10兆円だったところから5兆円ドカーンと減りましたっていうグラフになってます。でもですね、この減った理由っていうのがですね、郵政民営化とか国立大学の独立行政法人化によって減りましたということなんですけど、でもその2つとも結局国みたいなもんですから、未だに。国の予算から見せかけ上減っただけの人件費は、結局のところ民営化で別のことに使われています。計上されています。総額は変わっていません。じゃあ5兆円減ったっていうこのグラフは、乱暴に言うとただの粉飾です。こうやって数字を付け替えて、石井幸喜さんたちが追求してた特別会計問題をさらにわからなくして、今はその裏側、民営化などを使って国のお金をバンバン抜いていると思われます。その実態が本当にわかりません。この民営化について一番取り扱っているのが、日本の内閣府にあります未来投資会議というところでございます。これは経済戦略の骨格を決めるような経団連の会長なんかも参加する会議です。ここに構造改革徹底推進会合というのがありますが、ここの会長が、竹中平蔵と書いて諸悪の根源と読みますが、竹中平蔵会長が務めてくださっています。彼が平成29年11月9日の会議の議事録で言っていること、2013年度から2022年度で21兆円の PFI をやろうと計画していると。 PFI というのはプライベートファイナンスイニシアチブという、民営化の手法なんですが、つまりすごく乱暴に言うと21兆円分日本の資産を外国にぶん投げて売ってしまおうということなんです。この後説明いたしますが、今民営化と言っている中において、株主がどんどん外資になっています。そうすると利益は海外に持っていかれるっていうことなんです。代表的な目標21兆円に対する売国事例です。これは有名なんですが、浜松市の下水道をフランスのベオリアとオリックスに売却しました。利益はフランスのベオリアに行くわけですね。関西国際空港は
1.6 兆円もの資産をオリックスとバンシグループに売却しました。関西国際空港が儲かったらオリックスとフランスの会社が儲かります。で、これはこれから今後の話なんですが、宮城県の上水道を11月の議会で民営化に審議予定です。これやばいです。宮城県の方々、ぜひ水道民営化、興味を持ってください。もう来月の議会で売却を検討していると。これまだ情報は出ていませんが、内々に言うと、スエズという水メジャー、ベオリアと並ぶようなフランスの会社に売却するのではないかという噂があります。ベオリア、バンシ、スエズ、全部フランス企業です。この水道民営化を前のめりで進めてきたのは、その中枢にいるのは麻生太郎でした。麻生セメントは、ロスチャイルド財閥のラファージュという会社と資本提携をしています。談合ですよね、これ。麻生太郎イコール、ロスチャイルドの犬と、そのように思います。というか、そうです。民営化と言いながら、やってることは日本の資産を外資に売り渡すという売国と。これを今進めているのが自民党の姿であると。何が保守だと。今自民党を応援されている皆さん、本当に考え直してほしいんです。日本の資産がバンバン叩き売られているんです。そして、すべての民営化案件で竹中平蔵の影がちらつくと。さっきオリックスってたくさん出てきましたよね。オリックスの取締役、竹中平蔵です。癒着と談合ですよね。しかもグローバル規模の。この特別会計の問題の中で、もう一つ大きいのが日本国債の話なんです。国債って、一般会計の方でも扱われていますが、特別会計の方でも売ったり買ったりされています。で、先ほどの特別会計の純計という話をしました。これ一般会計と特別会計を合算した、まあある程度実態に近い国の姿の一つなんですけれども、ここにあります、特別会計純計の方の歳入の中での、国債の購入資金94兆2000億円、歳出の方での国債の資金87兆8000億円。これどういうことだと思います？94兆借りて、その中から87兆返しているってことなんです。それってどういうことかわかります？ 7 兆円しかプラスにはなってないってことなんです。国債ってお金が足りないからお金が借りてるっていうじゃないですか。その借りてるお金がもう足りなくなっているってことなんです。つまり、借金で借金を返している状態。皆さんもうすうす感じていると思いますが、そのような状態に今の日本はなっています。これは乱暴に言うとアコムで借りてアイフルに返しているようなもんです。倒産寸前の自転車創業企業。少なくてもこの予算書を見るにそうとしか思えないんです。でもこの予算書ですね、ウェブ上でも公開されていますし、まあ、国会議員も見てるはずなんですけれども、これ見て僕ぶっ倒れたんですけれども、半年ぐらい前に見つけたんですね。動画で出すの初めてなんですけれども、これ見て普通にふーんって言ってる国会議員の皆さん、頭湧いてるんですかね、本当に。やばくないですか、これ。で今ですね、まあ、巷では MMT、現代貨幣理論なる話があるんですけれども、この現代貨幣理論は、デフレである限り、さらに国債を増発して、公共事業等でばらまきしても問題ないと。まあ乱暴に言うとそういう、経済手法なんですけど、この点において完全に僕も否定はしていないんですけれども、でも MMT はあくまで金融緩和の手法なんです。もう今、日本の予算をですね、まさにシロアリたちがバン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 使っている状態でですね、ここにさらに、お金を流すというのは、シロアリに餌をやるのと、全く変わらないんですね。市場原理をさらに損なう可能性があって、社会主義みたいな方向に
ますます向かっていきます。旧ソ連みたいな感じに方向としてはなっていきます。国の中枢がお金を吸って、国の中枢が公共事業でお金の分配を決めるというと、まあ、ほぼ計画経済に近いような方向になります。そうすると民間の活力というのはますます失われていくと思われます。なので、僕も政府紙幣の発行というのと並行して金融資産課税は絶対やった方がいいと主張しておりますが、金融資産課税の方がリスクが少ないので、併用を考えるべきだと思います。とにかくバカみたいに積み上がったこの国債をですね、どうやって出口に向けていくか、行く末を見つけるかというのは本当に難しい議論です。でもこれをやらない限り、日本国の未来はないです。先ほど日本の GDP 国内総生産、まあ、支出は535兆6929億円あると言いました。日本の国家予算はそれに対して350兆円もあります。国の支出全体の 65% にもなっています。じゃあ皆さんの給与の何パーセントぐらい税金で取られているとお思いになりますか。結論から言うと半分です。皆さんの稼いだお金の半分が実はなんだかんだむしり取られています。国民健康保険や年金、あれらも基本的には税金です。皆さんの知らないところでたくさん取られています。ここの図で書いています、潜在的国民負担率というのがあるんですが、これ昭和45年の時点では 24.9% だったんですが、平成30年の今 48.7% になっています。ものすごく激増しています。これは皆さんが稼いだお金からどのぐらい税金を取られているかという指標なんですけれども、皆さんの給与の半分は官僚に盗まれています。この潜在的税負担率というのは国債の発行の負担も含みます。国債というのは借金ですから、借金は最後は誰かが負担するんです。これを誰にするかというのがもう決めていかないといけない議論なんです。もう一つ、その皆さんから取った税金をどのぐらい社会福祉に還元しているのかという指標があります。社会福祉への還元率、これに関して日本は 30.54% です。アメリカは 23.83%、 もっと低いですね。まあアメリカは基本的に自己責任の国、医療費なんかも、まあ、保険がほとんどありませんから自腹で払っていくと、そういうような国です。まあ、それがいいか悪いかは分かりません。まあ、どちらかというと悪いんじゃないかと思います。ドイツは 36.51%、 スウェーデンは 41.43%。 まあ高福祉国家の代表として挙げられるスウェーデンですが、やっぱり高いですね。 41.43% であると。日本はアメリカよりは高いですが、スウェーデンよりはだいぶ低いと、ドイツよりもだいぶ低いと。実際に消費増税をするときに社会福祉に使うと日本は言いました。財務省と自民党は言いましたが、その 5% から 8% に消費税が上がったときに社会保障に使われた予算はなんと 16% であると。そのお金の大半が国債の借り換え、借金に消えているという状況にあります。給与の半分を公務員に盗まれているけど、社会福祉はどんどん切り捨てていると。取られるものだけ取られて、国民には返ってきていないと。しかもその盗まれる先が外資になっていると。ひどいですね。その疑惑を追及していた石井浩樹さん。日本は公務員の天国の社会主義国家だ、バカ野郎と、はっきり言いました。特別会計問題を追及していました。2002年10月25日に自宅の前で刺し殺されました。明らかに暗殺です。10月28日に国会質問を予定していました。その国会質問の内容がどのような内容だったかはわかりません。石井浩樹さんはとても素晴らしい政治家だったと思います。でも浩樹さんが殺されて以降、特に特別会計問題には誰も触らなくなりました。何せ殺されますから。今
年金の支払いをもう70歳からにしようよ、だってもう年金足りないんだもん、とかって言っている公務員。日本の総支出の 65%、350兆円も浪費しまくっている公務員。その公務員官僚を操り金を盗むアメリカと国際金融資本。こういう状態が今の日本の姿なんです。だから僕たちオリーブの木、私黒川敦彦が代表を務めております政党でございます。オリーブの木は行政改革とはっきり訴えています。天下りをなくせとか、公務員の給与を民間レベルに戻せとか、今誰も言わないんですね。これ言わないのには理由があります。公務員の労働組合に支持されているような立憲民主党や共産党は言わないんですよね。分かってて。与党も言わない、野党も言わない。誰が国民のために戦ってくれるんですか？もうほんとこんな茶番やめませんかね。まだまだオリーブの木は、力が小さい政党ではございますが、黒川敦彦、ぶれずに最後までやっていきますので、どうか今後ともご支援よろしくお願いいたします。今日も動画面白かったという方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。いいねも押していただいたら動画がたくさん拡散されます。今日もありがとうございました。なんだってできるのさ。ピープルパワーで。